大池遊園駅ホーム、大池遊園駅乗客待合室、大池遊園駅は、和歌山県木の川市岸川町長山にある、和歌山電鉄岸川線の駅。駅番号は11、大池遊園の最寄り駅で、和歌山市と海南市及び、木の川市が接する付近にある。開業当初の当駅は、現在の位置ではなく、今の位置から見て、およそ200メートル和歌山駅寄りにあったという。 1999年の交通センター前駅開業に合わせて、駅名の読みを、かつての大池遊園駅から大池遊園駅に改められたが、これは地元住民が大池遊園を呼ぶ時の読みに合わせたものであるという。島式ホーム一面二線のうち、かつて駅舎が立っていた側の一線を撤去した一面一線のホームを持つ地上駅。ホームへはその端から出入りをするが、 その場所に、運賃表などを掲示した、古ぼけた小屋が建っている。古くからの木造駅舎は1998年に撤去され、現在は駅舎もない無人駅である。無人化により、自動券売機や自動改札機などは設置されておらず、すると関西対応のカードも使用できない。無人化後もしばらくは、大池遊園への花見客のため桜のシーズンのみは、 駅員を配置していたが、今はそれも実施していない。ホーム南側、草むらに隠れるような位置に、乗客待合室と記された木造の建物が残り、王子の賑わいを静かに物語っている。便所は、駅構外に設置されている。2019年度の調査結果では、1日平均乗降人員は195人で、ある。各年度の1日平均乗降人員は、下記の通り、 大池この駅の近くでは、和歌山県木の川市と同県の和歌山市及び同県海南市が互いに接しており、その接点に大池という池がある。岸川線は海南市には入らず、和歌山市からそのまま木の川市に入るのだが、当駅は岸駅に向かう列車が木の川市に入って最初の駅に当たる。三つの自治体の境目付近とあって、 この駅からさらに大池を越えて、南側は景観山などがあり、若干険しくなっている。一方で、岸川線の線路沿いには、当駅から次の西山口駅にかけて、団地も広がっている。ありがとうございます。